ブサンです。ブサンの対人恐怖症がさらに悪化して、家族にさえ会うことが嫌になり、家の壁を殴り穴を開けてしまったり、心配して来てくれた両親に暴言を吐いてしまったりと、精神的に参ってしまう状態でしたが、8月1日現在、朝早くに起きて、今日はまず何をしようか考え、7月中に自賠責保険が切れている TW225 を思い出して、部屋から出れない、出たくないという気持ちを抑えて、前までよく行っていたバイク屋へ行き、久しぶりに人と会話をしてきました。今のグッサンの近況を1時間ぐらい話していると、今ならどこへでも行けそうという感じになり、とりあえず5年分の自賠責保険に入り、店を出て車のエンジンをかけたら、エンジンの警告灯が点灯、その他いろいろ点滅していて止まりましたが、エンジンはかかったので、バイク屋の次は車の整備工場へ行き調べてもらった結果、直すのに10万か15万ぐらいと言われ、直すお金はないのでそのまま帰宅。朝10時に家を出て、いろいろあって家に着いたのは16時。ナンバープレートに自賠責保険のシールを貼り、部屋で動画を作りました。1ヶ月超えの引きこもり生活から一転し、いろんなことがあった数時間でした。今は働けない、働きたくないという気持ちがあり、動画を作っている時が一番楽しいです。これで収益ができれば最高なんですが、道のりはまだまだ遠いです。